どうもお久しぶりです。バイクです。シティスカイライン実況シーズン3始まりました。大変お待たせしました。どうでしたかこの動画は。シーズン1、シーズン2と、来まして、シーズン3に、無事、入れたんですけれども、ちょっとね今回からは、見てわかるようにですね、かなりですね動画の構成っていうのをちょっと変えまして、僕のですね本当になんていうか作りたかったというか、目指してたというか、そういうものっていうのをちょっとやってみようと思ってですね、かなり賛否両論あると思うんですけれども、僕はですね、YouTube 始めたきっかけの一つとしてはですね、海外の、シティスカイラインユーザーのですね、ものすごくクオリティの高い街だったり、動画の作り込みだったりっていうのを、見てですね、こんなに面白いゲームがあるんだと思ってやり始めた、一人でありますので、そこをねちょっと、目指す意味もですねあって、こんな感じの動画にしました。今回ですね、見てわかるようにマップ作ってます。これサンセットハーバーであれですね、アズールガルフだったっけな、ちょっとそんな名前のマップなんですけども、基本的に、あんまり、大きいところはいじったりしてないですけども、川作ったりとか、こんな感じで山作ったりとかですね、かなりねマップをカスタムしてます。山作るのもですねこんな感じで、ただ土盛るだけじゃなくて、こう稜線を作るイメージで土を盛ったりしていくことで、かなりですねリアルな山の地形っていうのになっていくので、そこにね結構時間かかったりして、あの動画出すのが遅くなったっていうのもあるんですけども、そういうのも大体終わって、ここに何作るみたいな、そういう構想っていうのも、しっかりできてきてるので、いい感じに、動画出していけるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。でですね、唐突に、シーズン3のちょっと構想っていうのをお話ししたいなっていうふうに思っております。まずですね、前提として、僕がシティスカイライン始めた頃よりも今って DLC がかなりですね豊富にあって、建物の数っていうのもすごくいっぱいあるんですね。ですがですね、街づくり、していく上で、区画ごとに、その DLC を使った街づくりっていうのが、基本的っていうか一般的なやり方だと思います。はい。ですがですね、こんな感じで、いろんな DLC っていうのをちょっとごちゃ混ぜにしたような区画っていうのを作ることで、今までにないですね新しいちょっとバリエーションというか、街づくりのやり方っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに、前から思ってまして、それをですね今回は実現したいなっていうふうに思って、シーズン3っていうのを始めさせていただきました。はい。でですね、シーズン3の考え方なんですけれども、こういうふうに景観と効率の2つの軸があった時に、シーズン1、シーズン2っていうのは、だいたいこの辺にあるんじゃないかなと思ってて、シーズン1は、景観もですね、効率も、だいたいバランスのいいところで、渋滞対策とかいろいろ解説しながら、景観もいい、いろんな区画っていうのを作っていたんですけども、シーズン2は、インダストリー、メインで、結構ね、効率とか、注視してですね、かなり稼ぐっていうところもメインに置きながらやっていきました。で、シーズン3なんですけども、効率基本的に考えないです。景観だけを考えて街づくりっていうのをしていきます。なのでですね、今回もやってるようなかなりですね手の込んだところっていうですかね、結構細かいところまで、プロップを置いたりして景観上げていって、かなり綺麗な街づくりっていうのを目指していきます。なのでね、回数とか基本しないので、目が気になったところあればコメントいただければですね、こちらのコメント紹介コーナーっていうところで紹介させていただきます。コメント紹介はね、この、今話してるような部分、最後ですねにやっていきたいと思うので、どしどしですねコメントいただきたいと思います。こんな感じで今回もシーズン3やっていきます。シーズン3ね、楽しいです。僕プレイしてて結構ねできていくのも楽しいですし、こういう風に細かく作っていくのも楽しいので、頑張っていきます。では、バイバイ。